12月ボーナス出ましたか？どうですか？俺はね、ボーナスなんと夏もねちゃんと満額出まして、冬も満額出ました。なのでね、髪の毛まずね美容室また切りに行ってきまして、普段ねそんなに収入多い方じゃないんで、毎月の散髪というか美容室の金を 1.5 ヶ月1ヶ月半ぐらいでカットすると。そしてヘッドスパもねついでにやって、3900円かな、1ヶ月毎月行くところを、1ヶ月半っていう形にして、少しだから節約という形をして、でついにそうはなかったんでね、何も来客 して椅子がまあない床座りみたいなね形だったんで、それもどうかなと、まあ、せっかくこれね、俺の部屋ここだけじゃないから、寝室は別に8畳 の、 和室があるから、ここ6畳の、洋室で YouTube のスタジオと、来客用の部屋という形になってます。これねソファーが、まあ、中華製ですけれども綺麗にね今回掃除して頼んで、なんとこれ3人用これ1、2、これ3ね、これもう一つあるから、これ動かせんな、オットマンついてオットマンにもなるし、でこういう感じで足伸ばせる。28,500円、ポイントで少し5、600円あったかな、でクーポン券、500円、送料込み税込みで、28,500円。これで何色かあったんだけど、でレザーもねいいかなと思ったのが、夏暑いからね、でカビとかやばいんで、普通のこの布生地っていうかねファブリックみたいな、形で掃除もしやすい、でカバー洗える形になってますんで、で色がねラグマットがね同じ同系色になっちゃったんで、今度ラグマットの色変えようかなというところで、後でもう一回見せますんで、ソファーこんなんで組み立ててこうやりましたよっていうのね、設置前と設置後っていうのを流しますんで、そこでちょっとゆっくり見ていただけたら、楽天で買いました。まあボーナスもね入るし買っとこうかなというところで、今日届いて、でボーナスの振り込みも今日振り込まれてましたん で会社休んでたからね、明細もらってないんだけど、で手取りの額が想像してたよりも、コロナでね不況があって今ねボーナスすら出てない会社もある中で、普通に出てるという、ね、コロナじゃない前の平均の中小企業の平均のボーナスが出ているというね、出していただきました。本当にありがとうございますとしか言えないですね。ありがたいですね。で、まあ部署移動になったんですけれども、まだ移動前の金額になるんで、これが怖いのが、だから来年の夏か、夏のボーナスが部署移動になって、ただまだね、事例が出てませんから、どういう今度ね、評価になるのか分かりませんけれども、そうなってくると教わっている状況ですから、今回まではいかないぐらいちょっと落ちるかなっていう形になりますね、うん、まあ仕方ないかなというところで、結局夏冬合わせて120万ぐらい出てるのかな、うん、まあそこから手取りになるからね、ちょっとだいぶ削られてしまいますけども、まあ助かりますよね。全く出ないよりかは全然ねいいと思いますし、こうやって生活もね徐々に潤ってくるという形で、いろいろ引っ越しとかね、あとは諸費用とかでだいぶ貯めてた金とかをそっちに回したりしてたんで、まあ、現金が目減りしてたわけですよ。それをだからボーナスは丸々今のところね貯蓄に回してということで、株の方はねまだね実はスタートしてないんですよ。なぜなら株が今下落してて、今ちょっと上がりだしちゃったからまずいなと、タイミング逃しちゃったかなというところで、
で一応ゆうちょの方にプールして、そのゆうちょの金の今度半分を投資にちょっと回して1年間やってみてどれぐらいなるかで、それで追加でまた投資金を回していくという形を考えています。あとね、65歳定年になりますんで、で実はだから住宅ローンっていうのも全然少ないんですよ。なんかみんな住宅ローンっていうと多いの金額を考えてますけど、俺が借りてる金っていうのは1000万なんで、1000万を15年で返すと、それ計算すれば分かるでしょ、だいたい毎月いくらになるか。で金利は 0.558 かな、うん、なってるから。でボーナス払いなしで、ボーナス払いなしで、均等払い、均等払いの変動型金利、という形になってますんで、安全策はもう講じているというところで、もう絶対景気良くならないからね、変動金利がボーンって上がることはありません。まあ転職とかどうするのと、でもアルバイトになっても払える金額、毎月の金額にしてあるんですよ。で車のローンとかないからね、一切ないんで、うん、あとは毎月の支出を抑えていって、住宅ローンは毎月の家賃と考えれば、結局家賃で住んでるのと一緒で、固定資産税も全然クソ安いんで、年間で本当に3万5千円いかないぐらいの固定資産税だから全然苦にならないって、ね、で火災保険とかはみんな共済入ってますんで、非常に安いです。そして1年間かけて生命保険の方はやっぱり共済なんですよ。で1万円返ってくるんで、だから半分以上返ってきてるっていう形になるのかな。全然クソ安いんで本当に。であとはね、まあそうよね、だから固定費を抑えていく、あと携帯代少しね安くなってくれると助かりますね。まあまあそんな形で、ボーナスが出て、今変な服着てますけどね、これも組み立てと掃除と全部やって、今ねもう汗かいたんで、これからシャワー浴びようかなと、で髪の毛もねすっきりしてますんで、まあ気分もすっきりで、まあ嫌なね部署移動のねところの仕事をまたねやんなきゃいけないんですけれども、まあこういうね金をもらえるというのはありがたいんで、まあその分しっかり、働いていこうかなというふうにはね思ってます。